匂いはしますか？匂い味はありますか？味はそんなに感じてはないけど、やっぱ香りとかはさっき言ってた通り、その蜂蜜っぽかったりとか、甘い香りが少し自分の分かる範囲ではしますね。うん。あ、すご。発色と透明感素敵。口ぶりに乗せると発色いい。みんな詳しいね。そう、でもどの色本当性別関係なくいける気がする。ちゃんとメイクする人だったら全然全てなんか素敵な色だった。あとやっぱ色だけじゃなくてすごい保湿の感じもあるし、すごいケアにも多分いいんだと思うよ。258と809買いたいな。すごい似合ってるね。嬉しい。単純に嬉しいですね。みんな褒めてくれますね。優しいね、みんな今日も。いや、どうします？僕まだまだ入れますけど、そろそろお時間なんですか？残念だな。どうしようかな。じゃあ一回立ちますか。いや、本当にここでもこのビーガーデン19日までのポップアップですけど、盛りだくさんですごいね。内装も可愛いんで、このサステナブルのお勉強もねできるエリアもありますけども。あ、ティッシュオフしても色残るのいいね。うん。おばちゃんに似合う色はどれっていうコメントがありますけど、おばちゃんに似合う色はどれですか？どれも合いますよ、きっと。そうですね、どれも合うとは思うんですが、ね、結構人気なのが258番。やっぱそうなんですね。ちょっと自然な、はい、そうなんだ。その次が意外と319のこれ、あ、はい、オレンジ系だ。オレンジ系なんですが、実この唇の上にのせるとちょっとこうピンク、コーラルピンクになるので、すごく肌なじみが良くて。そうなんだ。これは俺塗りたいところだけど、これはみんながここに来て塗ってからのお楽しみだね。じゃあ僕今もういろんな塗りすぎててさ、色混ざっちゃうかもしんないから、みんながじゃあさ、僕の代わりにこの319を試してみてほしい。教えて、そしてよかったか。さあ、ということで、今日はね、このビーガーデンで非常に楽しい時間を過ごさせていただきましたけども、すごい皆さんすごく優しい方で、いろんなものを試させていただきました。ぜひこちら19日までね、この阪急梅田本店の方で、このポップアップ開催されておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てくれたらと思います。はい。まあ19日過ぎても2階の方にもゲランさんのショップありますし、まあ、この後もね、この大阪以外とかでもこのポップアップがあることを信じて、はい、みんなでぜひ本物を試しに見て、して試しに来てもらえたらと思います。まあこれだけじゃなくて、このフレグランスとかですよ。今日はこちらね、やっぱだからすごく今僕両方つけてていい香りなので、いろいろとみんな好きな香りをね、見つけてほしいと思います。さあ、終わりですか？もう終わりですか？寂しいです。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？はい、ゲランさんとのコラボのインスタライブでしたけども、カメラマンの倉科さんもありがとうございます。これでアーカイブ残りますかね。アーカイブも残りますので、今アーカイブで見てくださってる人もありがとうございます。ぜひポップアップポップアップポップアップ足をお運びください。じゃあ今日は見てくれてありがとうございました。他に何かありますか？言ったりとかいい情報とか。もう十分です。本当に本日ありがとうございました。あ、でも最後にお気に入りの香りがどれかっていうご質問が意見あったので、改めて最後それだけご紹介いただけたら嬉しいです。ここにあったやつです。これとこれ、あ、違う、これじゃない、もう一個はこれじゃない、こっちだ。じゃあネッターレディソーレと、ネッターレディソーレと、ペラグラニータ、この金木犀とちょっとココナッツっぽい香りです。僕はこれ今両方つけてます。この金木犀の方はもう本当に今一番人気ですよね。そうですね、本当に男女問わずこの2つです。この2つを今両方つけてます。手首ぜひこちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。さあ、じゃあ本当に終わりということで、ここまで見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ぜひゲランさんのこのポップアップ19日までやってますので、ビーガーデンぜひ足をお運びください。今日は見てくださってありがとうございました。